ヘロウチブどうも、えー、東京ホテイソンのショでございます。今回はドッキリでございます。名付けて「トリビアの泉」のオファーが決まった日にメロンパンの中でネタバラシドッキリよろしくお願いします。ということで「トリビアの泉」が復活しますという嘘の情報をマネージャーに流してもらいビビルさんの位置で。 決まりままりりした的なな感じになっておりますオファーが。でそれでですねトリビアの泉といったらやっぱり何平以上行ったらなんか、えー、メロンパンみたいなのがありましたね金のメロンパン差し上げますみたいな今日単独の日なんです。で単独ライブが終わった直後の単独ライブトークをしようでたけるの大好きなメロンパンも一緒に食べながら的な感じにしてメロンパンの中にメロンパンのトリビアが入ってます。 そのトリビューが入ってて食べて見てえうわ嘘だったんかいってなるドッキリでございますどうなるか楽しみでおりますもうすぐタケルが来るんでそれでは検証結果を楽しみにイージーさあ始まりました東京テイソンのオフィシャルチャンネルよろしくお願いいたしますということで、えー、本日はタケルが大好きなメロンパンを食べながら 単独ライブについて振り返ろうイエー,オーメロンパーン出たメロンパン先生ちょっと、はい、じゃ最初からやってよお前も最初からやならないとダメだよお前クッソだねハンバーグ師匠に憧れてね作ったんですメロンパン先生ってね、はい、この学校も変わらないですね <laughs> 一緒だよな私ですか私ですよ私 メロンパンパ先生ですよそれではここでイート100%のふわふわわクをこの間ある学校に行ったら女子生徒から告白されたんですなんて言われたかってその女子生徒はこう言ったんです「あたし先生にメロンメロンです」って「メロンパン!」<laughs> 一緒じゃねえかメロンパン本当に好きじゃんコンビニのメロンパンを食べあさりのメロンパンをいっぱい食べてメロンパン評論家になろうみたいなことやってた漫才師で例えたらみたいなそうそうでも王道だからサンドイッチもあるで食べたら味が全部一緒一緒だと思うんで今日はちょっとまあ普通にトークするのもあれだからメロンパン1個んか乗っけてトークってことでまず単独ライブどうでした 楽しかったよ、ね、今日ほんとにちょうど今日終わって今日が千秋楽でもうだから喉が、うん、いやでも頑張ったよなあのいや俺だからその友達とかも見に来てて「うん、あのすごいね」って言ってたよくその喉でやれるねっていやこだ俺は横にいすぎても分かんないけど、うん、やっぱ舞台で見たらすごいんだろうなだってサイン会の時も結構言われたじゃん声でかいですね,ですねみたいなすごかったな すごい食べまうか。どうやっていただきましょう。去年は完全に飛んでましたもんね。去年は完全に去年だなん去年は完全に去年だからもうというか去年は一日に二公演やってたから。ああそうか。今回は基本的に一公,公,公演だから昨日二公演で今日一公演だからだから今日が一番出てないかも。絞り出して出してたから、ね。お客さん側から見たけど,どうだった？うん、っ全然綺麗だったっすよ。う俺もそんなに。 出てないよ。終わってからもちろんやばかったんだけど。出てない。出てない。例えばこれ。なんかこうサクサクな表面の生地があって、なんかふわふわ。王道ですね。サンドイッチマン。何回言うんだよそれ。それしかねえじゃねえかよ。これサンドイッチマンです。やめてくれ本当に。これサンドイッチマンですね。あとその。 ネタもだいぶブラッシュアップできて今回、やっぱ,今回やっぱ結構、ちゃんとゾフィーの上田さんにあごめ、うん元ゾフィーの上田さんに上田康平にちゃんと見てもらってしっかりネタをブラッシュアップできて本当にそれでだいぶ変わった。なんか メロンパンはメレンゲパンがなまってメロンパンになった82平トリビア入言ってるじゃん。は <laughs> え何マジでいくわかんないんだろ <laughs> えな、えな,なんでえ当たりじゃね外れだろ。えなんでえっこんなことあるの え,何何え<う>俺は、俺俺ないない俺えどういうこと <laughs> <laughs> その意味わかんないんだけどえ <laughs> どういうことえ,えちょっとそんなことで単独話そういや単独の話とかどうでもいいどういうことこれ <laughs> 意味わかんないどういうことそのえ,えどういうことこれメロンンパの中に トリビアが入ってるよ。え、どういうこと。え、メロンパンの中にトリビアが入ってるけど、何、どういうこと。え、なんで入ってんの。え、てかさ、その、え、トリビア、なんで、タケルにだけトリビア、どういうこと。知らないよ。え、タケルにだけトリビア入って、る。どういうこと、これ。<laughs> スケジュールだ。

オファーを。タケルの大好きなメロンパンの中で、バラすドッキリです。なんだそれ。定位置の。定位置の定位。定位 <laughs> の定位ね。なんでメロンパンかわかるか。え、大好きだからってこと。<laughs> <laughs> 全然わかんない。全然全然分んなんでわかんねんだよ。え、だからメロンパン。のトリビアだから、それが入ってるってこと。もうなんでこいつはバカだな。 リビアの泉ほら見せてメロンパン入ってたなあれ入ってたわ <laughs> 確かに確かにメロンパン入ってたわ <laughs> バカだな覚えてないわお前,はお前俺バカだなお前お前に来るわけねえだトリビアがお前世界一汚ねえ食い方でメロンパン食うな <laughs> <laughs> お前汚ね食い方しやがって世界一汚い食い方でメロンパン食うなよお前 でそのトレミビアのオファー来ました、うん、ってマネージャーから言われた前に、うん、すごいいかつい仕事がもう一個入ってますって言われて、あのーはい、あれは本当あれは本当ですよいやじゃあ <laughs> ダメよあっこ並べちゃダメその並べちゃダメなぐらいその前段の仕事が強すぎたその <laughs> 違う意味でそうあの番組がでかいとかそういうことじゃなくてそのやることがでかすぎてなかなかでしたねなかなかだったなんならこっちが嘘であってほしい。<laughs> これマジででで見てほしいでも俺だったたら断るもん何で受けたのすごいな。え基本的に仕事は断らないスタンスだから。え、お前大喜利番組断ってんじゃん。言うな。ダッサーこいつ。俺お笑い番組断るから。<laughs> <laughs> 天下取れよ、お前 <laughs> 天下取れよ、お前 <laughs> いういああ、なるほどね。 また来年もね多分やると思いますんでその時はぜひよろしくお願いしますでトレビアはありませんしいかつい仕事はありますありますね心して仕事に一生懸命目指して天下を取りましょう天下を取りましょうチャンネル登録よろしくねおいビーグラムラ侍か